東急6000系電車、東急6000系電車、東急6000系電車は2008年平成20年3月28日に営業運転を開始した東京急行電鉄の通勤系電車。東急で6000系を名乗る形式はこれで2代目になるため新6000系と呼ばれることもある。大井町線では1993年以降、 電園都市線のバイパス路線としての機能を持たせることを目的に輸送力増強工事が行われており、この一環として2008年3月28日から、それまで全列車5両編成で運行されていた大井町線に6両編成の急行列車を運行することとなり、これに充当する車両として製造されたものである。6両編成6本、36両が投入された。 2017年度下期より大井町線急行を現行の6両編成から7両編成に増強することになり、同年8月29日から30日にかけて中間車で派6300が総合車両製作所から公衆輸送された。同年11月4日より6103回を川切りに7両編成での運用を開始。 2018年2月9日に6101回が7両編成化したことをもって6000系の全編成が7両編成化され、現在は7両編成6本、42両の陣用となっている。人と環境に優しい車両を全体の設計コンセプトとして、東急ですでに標準車両としている5000系列を設計のベースとした20メートル級片側4扉の オールステンレス車両である。基本的には5000系列と共通の部材を使用したステンレス製である。戦闘車前面は繊維強化プラスチック製で、運転室から見て右側にオフセット配置された非常用貫通扉を有する。形状は5000系列と異なる特徴的な草さ型とされた。全商刀と尾刀は5000系列や池上線。 玉川線向けの7000系と異なり、株両サイドに縦一列に配置されている。車体配色は5000系列までの車両とは異なり、前面と側面窓上から屋根にかけて、東急のコーポレートカラーである赤を配しており、色調も紅色、カーマインやマルーンに近いものとなっている。側面には大井町線のラインカラーである大々色が配されており、 すその帯に加えて、スピード感の演出のため一両あたりに箇所、天地いっぱいに、全面形状に準じた、くの字形のグラフィックが配されている。これは、編成中央の三点に四号車を境に両端に向かうでザインとされている、左写真双子新地のものを参照。最初に落成した六千百一回のみ、側面膜板部の赤帯とすその大概色の帯が、ない状態で出し、 長津多県尺への搬入後、同区にて施行されている。なお、他の大井町専用車両は急行運転開始時に、全面体のグラデーション化と、大井町線を示すステッカーが貼り付けられたが、6000系には、ステッカーの貼り付けは行われていない。床面高さは、レール面から 1130mm であり、レール面から 1100mm のプラットフォームとの、段差を低減している。 冷房装置は、能力 61.05kW の集中式を、屋根状に一気搭載する。装置内の電熱ヒーター及び、ヒートポンプ式冷凍サイクルを活用した、陶器の暖房や除湿も可能としている。前面と側面の種別、行き先表示器は、フルカラー LED 式である。8500K、8090K、2000K 方向膜乾燥車及び2004年以降に、 製造された5000系列では種別表示器をフルカラー LED 式、行き先表示器を白色 LED 式としてきたが、本系列では行き先表示器もフルカラー式となった。ドア用車側等のカバーの色は従来の車両の赤から無色透明となり、太陽光の散乱などによる誤認を防いでいる。なお、大井町線でドアカットを行っている。 区本仏駅は休校通過駅であるため、ドアカットを示すステッカーは重付されていない。客室のカラースキームは、車端部を木目調、その他の壁面は白を基調としている。座席はすべてロングシートで、一人当たりの掛け幅は4 6 0ト、mm、ルで、ある。形状や材質は5000系三次車以降や7000系と、共通であるが、座席モケットの色は、座面部が大々色。 背もたれ部が赤やだい色などを配したモザイクである。七人掛けの座席部には二箇所に手すりを配するが、ユニバーサルデザインの一環として球場に通路部に突出させた形状とされた。この手すりは五千0五系5.6次車で優先席部分のみに設置されたが、本系列では七千0系と同様に全座席配置とされた。 客用ドア間の吊り革位置は床面から 1630mm が基本であるが、これもユニバーサルデザインの一環として 1580mm のものを3個配置することで小柄な顧客、子供、高齢者が捕まりやすいように配慮されている。荷棚は金網構成で3000系より 20mm 位置を低くしている。車椅子スペースは 中間電動車のデハ6200型とデハ6500系の車端部に各一箇所設置されている。この部分もユニバーサルデザインの一環として7000系と同様に手すりを横方向に2段設置し、車椅子利用の乗客以外にもベビーカー利用の乗客や立席の乗客に対しても配慮されている。また各車両間の貫通扉は5000系5次車以降と、 同じく傾斜式個並走地、上吊り傾斜レールによるドアクユーザを採用されている。客室側窓は、車端部に固定式を1枚、客用ドア間に5000系列に順じた、加工式のものを1枚配している。窓ガラスは、熱線吸収及び紫外線カットを図っており、5000系列や7000系と同様に巻き上げカーテンは、省略されている。 客用ドアは5000系6次車、5111階から5114階、5166階から5168階と同一仕様で、室内側は化粧板仕上げとされ、戸当たり部分には黄色のマーキングを施している。窓ガラスは結露防止の観点から、服装構造が採用されている。客用、ドア上部にはチップによる15インチ液晶ディスプレイを2機設置している。 5000系列、5080系の一部を除くと同一のレイアウトであり、右側に停車駅、乗り換え案内、ドア開閉方向、駅ホーム設備案内などを表示するほか、異常時における運行情報を表示する。左側はトックビジョンで動画広告を表示することも可能である。その他にも他チャンネル機能を有しており、車内の左右で異なる画面を表示することが可能である。 さらに、ドアチャイムとドア開閉表示等も設置している。運転室の機器配置は5線系列と共通である。運転室と客室の仕切り窓は5線系列と同じ構成であるが、運転席背後の窓寸法は5線系列より縮小されているほか、この窓のみ車高ガラスが使用されている。運転席背後と仕切り扉には車高膜が設置されている。なお、 2011年11月から04編成の車内の照明器具に LED が試験導入され、各車両ごとにメーカーが違う。車端部分の上部にそれを示すステッカーが重複されており、使用しているメーカー名も記載されていた。以後2013年から5000系や1500系などに順次導入されている。その後、 レ4編成は試験終了に伴い2012年に1号車を除き蛍光灯に戻されたが2014年度に全編成の車内照明が LED 化されている。主回路システムは5080系と同一の通し場製、イベット阻止による2レベル方式の VVVF インバータ制御、容量3、300V、1200A で回線ブレーキ機能と全電気ブレーキ機能を有する。 一機のインバータ装置で4個のカゴ形参照。誘導電動機を駆動する 1C4M 方式に、軍のユニットを出ハ6500型に、1C4M1 軍のユニットを出ハ6200型に、搭載する。編成中の電動車と付随車の構成、MT 比は、3M3T である。補助電源装置は、イベット素子による、 容量210区場の静止系インバータを、サハ6300型とデュハ6400型に搭載する。7000系と異なり VVVF インバータとの、デュアルモード構成ではない。主電動機は5000系列、7000系と同一の TKM-99 アンペア型で、定格出力は 190kW である。歯車比や駆動装置に、 td 次手を採用している点も5000系列や7000系と同一である。台車は東急車両製造性の軸量式軸箱指示、ボルスタレス台車で、ホイールベースは 2100mm である。基本構造は、電動台車、付随台車とも共通化されており、基礎ブレーキ装置もユニットブレーキとされている。パンタグラフは、シングルアーム式で、デハ6200型に1機。 デハ6500型に2機搭載される。空気圧縮機は、騒音低減を図ったスクロール式で、サハ6300型とデハ6400型に各1台搭載される。保安装置は ATCP のみ装備する。大井町方戦闘車のクハ6100型に、車上装置を、溝の口方戦闘車のクハ600型に、受信用増幅機を搭載し、 両者間を制御伝送するシステムとしている。この ATC 装置には、情報伝送装置、トランスポンダーを用いることで、駅停車制御、臨時速度制御、踏切制御の機能が付加されている。Q シートに充当される6 0 2 0系、新電波6 3 2 0系の報道公開時に、東急の車両課が説明したところによると、6 0 2 0系に予備編成がないこともあり、 6000系の1両も9シートに改造の上2019年春から運用を開始する予定であると述べている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。